はい、どうもこちゃん、こんにちは。こんにちは、こんばんは、じゃないです。寝ます。今日は10月の10日で、時間が12時20分です。はい。はい、今日はどこに来ておりますか。神田の明太パーク。明太パークです。明太パークです。明太子は、明太子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 。もう明太子だらけです。ここは好きでよく通っています。もう一個の八尾のとこがなくなったんで、ここに来ました。八尾にはないよ。南港やろ。南港になくなったんで、ここに来ました。うん、そうです、そうです。南港なくなったんでね、こっちに行っています。ちょっと遠いんですけどね、まあ、ドライブがてらいい感じです。ここに来たらいつも明太子おにぎりと明太子パスタを食べています。それが楽しみな。こっちはずっとあってほしいな。なあ。でも一番の目的は明太マヨ。明太マヨを買いに来ました。明太マヨはな、前はアリオでも売ってたんやけど、今も売ってないから、羽福の明太マヨが美味しい、ね、それを買いにと明太おにぎりを食べに来ています。アリオは山田しかないからな。うん、確かに今日すごい祝日やからか、すごい人で、今チャーちゃんがおにぎり買うの並んでくれてるんですけど、全然進めませんね。申し訳ない。あとで並ぶ代わりに行ってあげようかな。はい。まあとりあえずあのまた明太子が来たら、おにぎり来たら取りますんで一回止めます。じゃあ行った。じゃあの。アデュー。おにぎり。おにぎりとパスタ。来ました。はい、買ってきてくれました。どうですか、美味しいですか。並んで買いました。なあ、すごい人やもんな、今日は。明日もね、こんな感じで。で、これ混ぜて食べる。じゃあ、おにぎりとか、はい。よし、じゃあ、おにぎりどうぞ。めちゃめちゃ明太子入っています。おいしい。はい。はい。明太子いっぱい。どんな感じで美味しいですか。明太子がたっぷり入ってて美味しい。なあ、ご飯もあったかいしな、海苔も柔らかい、よく美味しいです。で、これ次パスタの方ですね。これ明太子が大量に入ってます。どう美味しいですか。どんな風味ですか。プチプチして、プチプチしてる。バター風味。あったかい。あったかい。作れるかな。美味しいですね。昔くれた、昔コメントくれた。はい。昔コメントくれた人の中でね。うん。もしかしたら明太パークに住んでる。行ってる人がおるかもしれない。うん、行ったことある、行ったことあるとな、おるかもしれないな。うん、はい、じゃあのゆっくり食べてくださいね。はい、じゃあ今日はこの辺でまたやります。じゃあの。